アロバンはせつです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、ホームランですね。こちら紹介していきます。野球バットですな。これはもう、あれだね、ダウンロードコンテンツ第2弾の時にもう追加されたやつだったかな。このザ・ウォーマシンの時にですね、今更ながら紹介していきます。ホームランバットいいですね。このイボイボがちょっとついてる感じのやつで。で、ダブル2ってやつが当たったんですけど、これはまあね、後でまた機会があれば紹介していきます。こちら、あれですね。もう一撃至近距離切るのもう普通のナイフと一緒ですね。ただ、今作は特に近接武器、各武器ですね。いろいろ特徴がね、実はほんの少し、ちょっとね、あったりするんですな。でそれがですね、まあ、そうですな。口で言った方がいいね。もう実際に見た方が、まあ、これから使っていくので、まあ、わかると思いますがね。いや、これですね。めちゃくちゃ攻撃範囲が狭いんですね。こんだけね、しかも野球バットで、こんだけ振り回すのに、ですよ。もう本当もう、これですね。この発電機みたいなやつ、このレバーが敵だとしたら、もうここでしか当たらないんですよ。もうほんのちょっとでもこうずれてると当たらなくて、ショベルより、シャベルだったっけな？シャベルだ。ショベルかなどっちでもいいか。それより攻撃範囲も低くて、狭いんだね。狭くて、やっぱナイフですね、至近距離で、このワンショットキルじゃねえな。至近距離キルできる、この近接武器で使っていくなら、ナイフがいいと思うんですね、個人的には。ショベルはあんまり使っていい武器じゃないな。あれももう縦に振るし、横にはほとんど当たらないからね。これに関しては横に振り回してるのに、横あんまり当たらないもんね。っていうのがすごく感じましたね、この武器。あまりおすすめはしませんが、まあそうですね、見た目を楽しんでいく武器になりますね。それでは実際に使っていきましょう。さあ、使っていきましょうかね。今回山岳でセラーテッドをつけてきております。通常でもね、これめちゃくちゃ振るの遅いんですけど、セラーテッドをつけてなお、今振れないな。つけてなおですよ。この遅さなんですね。ちょっとこれは遅いんじゃないかなと。いただけないか。よし、いただけた。OK。今のブロンズストリークってなんだよ。ブロンズスターなんじゃないか。はっ！逃げる？俺どこかわかるか？いただきます。忍獣！アイアム忍獣！ぴょーん。で、最近コールオブデューティの動画ね、私出してなかったと思うんですけれどね、それちゃんとした理由があるんですよ。それですね、ちょっとした理由なんですけど、本当最近、指令でですね、トンプソンの、二等兵2ですね、っていうやつがあったと思うんですけれど、それ私ね、ちゃんとクリアしたんですよ。なのに、もらえなかったんです。それがあまりにもショックで、ちょっと寝込んでたんですね。寝込んでたっていうのは嘘ですけど、モチベがめちゃくちゃ下がってたんですね。だからやってなかった。はい。こっちから来るか。どこ行った？こっちかな？違うな。右側の洞窟入っていったか。今、偵察機出てる間に一人くらい倒したいけどな。下にいるけど。足音か？よくわかったな。いただきます。ちょっと遠距離武器とか欲しいからね。なんかいない？おっと、いるじゃないか。これ待たせてもらいます。やばい、いる。なんだ。普通に追ってきてたんかい、あんた。しかも、あれだ。山岳かな？当たらないかな。当たれ！うまい具合に当たれ。当たんないか。よし！いただきます。いい武器使ってんの。後ろがら空きです。おう！やべ！敵の機銃装置だ！機銃！やばい。ちょっと無理かな。至近距離だよ。スナイパーは至近距離で撃つものじゃないよ。当たらないかー。難しいな。投げないか、相変わらず。いや、これ当たんないじゃろ。コンカッションなんて。いた。言うのみっけ。いた。いたぞ、今いたぞ。彼を見逃さないぞ、俺は。あ、近い。いないね。エイムクソすぎんじゃねえか俺。わお、ショットガンもいるな。あ、近い。どこだ。あ、そっち行っちゃう、そっち行っちゃう。オッケー。あ、気づいてないね。意外と。なんか知らないけど。空手呼ぶ。痛い。そっちか。リスポンの読みが違うな、さっきから。開けませんで。いないぞ。いたけどあれは無理だ。やっぱいたかー。クソー、そんな気がしたけど。待って待って、空挺呼んでる？どういうことなの？普通に純粋の空挺？だとしたらすごい、俺あんまりホームラン使ってないと思うんですけどね。まあそりゃ使えないですもん、こんな。ほら、ちょっと待って。今のもナイフだったらね、いける距離だったんですよ。距離減衰もなんかある気がする、これ。あ、そっち？今スナイパーあったね。これいただいておくか。おっと、オッケー。そっちかな。違ったっぽい。あ、いいね。レッドバトン。あら、貫通しない？敵の偵察機を加速。地味にやばい。いやー、このホームランバットをね、使う機会があんまりないんですね、ほんと。敵近くいないし。いやー、こう、行き当たりばったりで倒せりゃいいけどさ、そううまくいかないでしょ？いや、敵いないしさ。前半ちょっと良かった気がしてきた。近いです。いない。ここいらで稼ぎたいところですが、敵がいませんね。いやー、敵はいませんね。これ困った。すげえカモフラージュ率が半端ないな。いない。危ない。下いないか。すげえ着方するな。貸してください。後ろかな。だな。なんでー来るところ違うぜ。さあ、いるぞ。おい、よくわかったな。38式歩兵銃いただくぜ。俺のケアバケ回収したい。対偵察いないね。ルイスがいいな。すげえ追いはぎプレイが半端ないな。俺いないぞ。敵偵察来たね。敵がいないよ。おらっさんぞ。発見したぞ。よし、偵察行くぜ。ほい来い、山岳来い。こっちか。来そうだね。全員ですよ。あ、来そう。あ、そっち行く。あなた。あ、どっちから来る？それ。あれ、どっから来るんだ？ちょ、待って。違う、そうじゃない。オッケー。あ、待って、どっちから来る？なんでー？反応良すぎ。超反応か？あっち投げちゃった。あとショットガンか。近距離じゃねえか。いいのみっけ。いや、さあ来い。よし。あ、今のところね大丈夫だけど、いや、ほんと当たらないときは当たらないんですよね、これ。高射砲出しとくから、今のうち。当たっちゃったね。嘘。あ、よかった。この辺いないか。あ、ここ隠れとくか。やばいやばい、なんか来て。どこ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 。後ろだよね、多分これ。カモン！よし！オッケー。ちょっとエイム来てないか今日俺。いいよ。今日来てる日。いやー悔しい今のは悔しすぎる。ブロンズスターくらい取りたいよね。負けてもいいから、ぶっちゃけ。わお、ほらほらほら、来た来た来た、ほらほら、しかも取られる始末。こういうことが本当あるんですよ、この野球バット。だからマジでおすすめしない。待ってくれ、待ってくれ、ほら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 、すり抜けていくからね、これ。あー、来ました、はい。まあ、よくて2位ですね。で、こんないろんな武器使ってもね、やっぱ立ち回りがダメだったらダメ。よし、来た、これ取れりゃもう俺の勝ちだよ。ダッサこれはね、しょうがない。最後マシンピストルでキルしちゃったけど、いやー、惜しかったな。スコアストリークもダメだったかな、ちょっと、人生ミスとか、なんとか言いつつね、これ実は、かなり明細解除してるんですよね。あとこれ2回するだけだったんですけど、あの試合ではできなかったですな。さてと、サプライドロップいきますかね。ご覧ください、このサプライドロップの様々な、いろんな数々を。いろんな種類あると思うんですね。これ自分でもびっくりしたわ。エピックだったり、武器チャーム、ヘルクユニフォーム、レジスタンス、冬の賄賂、ヘルメット、ヒロイックウェポン、アーマリードロップですな。で、レアサプライド。どれ開けましょうかね。みんながワクワクするようなサプライドロップ開けていきたいと思うから、これかな？ヒロイックウェポンかな？どうだろう？個人的にワクワクする、こっちの方が。さあ行きましょう。おおおおお、すごい！ヒロイック！あ、持ってない。あー、なんかね、この2を見ると、二等兵2を思い出してしまって、すごく悲しくなってしまう。なんで取れなかったんだ、こんな不具合あるか。うはあ、せっかくなので、そうだね、もう1個開けちゃいましょうか。今日勝てなかったのでね、それだレジスタンスワイルドいきましょう。久々のレジスタンスワイルドですよ、これ。おお、当たりだが、しかしユニフォームだった。あ、でも全部持ってないからいいんじゃないかしら。はい。ということで、今回は野球バット、ホームランですね。バリアントホームランを使ってきました。意地こそ取れなかったですが、まあ、ブロンズスター取れたからいいかなというのと、あと普通に楽しめたからいいかな。で、いつの頃からかパッチ当たってね、この背中に、近接武器ですね。セラテットつけた状態でも、反映されなくなったんですね。後ろに背中についてたんですけどね、コンバットナイフだったり、ショベルだったりついてたんですけど、それがなくなっちゃってるんですね。これはもう、あんまりよろしくないよ、このバッジ。戻してほしい。それから野球バットをね、背中に背負ってるような感じの方が良かったんだけど。うん、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回ですね、バリアントだったり、武器紹介だったり、パッチ紹介だったりやっていきますので、もしよろしければぜひ見てください。で、あと、あれ？この、回で100話だっけ ?100 話越したっけな、はい。皆様のおかげで100話は越したと思います。で、BO4 もね、なんか出るみたいなので、まあ、やっていきたいと思います。そちらも。時間があり次第。時間があり次第ってなんだ。はい。じゃあね、いろいろ言うとめんどくさいと思いますので、それじゃあまた次回お会いしましょう。ファモ。